皆さんこんばんは。今夜は皆さんご存知のアポゾナ 135mmF2 のカメラレンズですね。こちらの死者を今日三脚固定で行いました。赤道儀使わずに、これ北極星ですね。北の方面だったら動きが少ないから露出時間は3.2秒ですね。このぐらいの秒数だったら動かないだろうという前提で三脚固定で撮ってみました。 F2 からずっと F4 までね、段階的に取り分けています。すべて露出時間は一緒です。はい。なので上からね、開放からずっと暗くなっていくのがお分かりかと思います。はい。この製造をですね、ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい。まず、ピクセル等倍でこの北極線を見るとこんな感じですね。はい。これは今 F2 で見てます。開放ですよ。開放のこの中心像ですね。 ねえ、中央集合で明るくなってるのがお分かりかと思います。はい。で、周辺見ますと、あの、何倍率色収差っていうのがね、ないんですよね。これ F2 ですよ。あのハイスピードの F2. え、竜之介さんが持ってるあの3日パーっていうのは、あれは、まあ、日パ値じゃないですか。で、開放でも綺麗に映ってると。これは F2 でこの状態ですからね。すごいレンズなんですね。やっぱりね、これ。はい。 でえ、これを絞っていくとどうなるか。ね、F2、えー、2.5。F2、2.5。うん、そんなに変わらないですよね。えー、中心像。<laughs> F2、2.5。ちょっと収束してますね。規制が。F2、2.5。F2、2.5。で、今度、パチとの比較ですね。F2、パチ、F2、パチ。うん、墨見てみましょうか。 ね、今これ350%ですよ。えー、解放、日チ、解放、日チ変わんないですよね、そんなにね。それがすごいなと思ってね。これ一番これを暗い F4 ですね。これ解放と F4 の差ですね。えー、こちらはやっぱりかなりフラットになってます。はい。えー、強調レイヤーなんかかますとですね、どれぐらいの落ち方かっていうと、まあ、これ3.2秒なんでね、あんまり参考にならないかもしれないんですけど、 こう強調していくと、もうほぼ均一ですね。はい。うん、で、対して、こちらの解放 F2 の方はですね、えー、やっぱりまあ周辺原稿、これンに似てますよね。この感じ。うん。だから、まあ、ンみたいなやり方でフラット補正すれば運用できるかと思います。はい。で、この高量差があって、で、中心像どうかっていうと、<laughs> えまた拡大してね、今200%で見てます。え解、ー、放。 F4, 開放 F4。ちょっとレベルを整えましょうか。ね、クリッピングマスクで、えー、こちら、明るさをね、ちょっと適切にして、で、いきますね。これをグループ化すればいいのかなはい。開放 F4、開放 F4。うん、規制は収束してますよね。 はい。ただなんだろうね、あの、聖夜写真って結構明るい星が全てちっちゃくなってしまうっていうねえ。そういうまあデジタルならではの、うん、あの、欠点っていうのもありましたね。うん。なのでまあ、明るい星を目立たせるという意味でこの解放で、あえて使うというのも一つの手かなっていう、うん、風に思えるぐらいにこの微光性とか細かい星の解像度っていうのが相対さない。うん。 そう大差なさそうな感じなんですよね。そこが素晴らしいなと、思いました。もうこれを見てですね、もうアポゾナ信者になりましたね、私は。はい。ねうん。だからまあ、私はね、えー、F2.8 ぐらいで使おうかなと思っていたんですよ。ね。うん。思っていたんですけど、でも、解放でもいいんじゃないのうん。 これはニッパチですね。日チ強,強調画像。墨は、えー、こんな感じ。うん。なんかほんとね、イプシロンのね、あの周辺製造を見てるような感じなんですよね。うん。このカリカリさ。まあ、あの焦点距離違う、違うけど、うん。ちゃんと結像してますよね。これ日チです。で、えー、F2 の解放。<laughs> レベルを調整しましょうか。レベル調整すると、 うん、うん、F2 ですよ F2 でフルサイズの最終編を今見てるんですけど、うん、ほらもう結増してるでしょカリッとね、うん、若干こうやってもう超拡大するとちょっと色ずれがあるんだけどいやーでもねあの広角域のやつとはちょっと違いますねこの中望遠ぐらいに、ね、なってくると 光学性能がこう、まあ、全面で引き出しやすいんでしょうかね。うん。驚きですね、うん。この、もうピントも本当にラフですよ。うん。10秒ぐらいでこう合わせたピントなんですけど、すごいなもうすごいの一、一言ですよね。アポーゾーナー 135mmF2。うん。F4 に絞れば、周辺原稿、まあ、そのフラットさ。 うん、とか、そういうまあ、意味ではもう完璧なんでしょうけど、これね、この違いね。だけどまあ、僕、フラットをやるしね、そうやって考えると、この、解放のね、うん、この、まあ、ハイスピードさ、うん、?F2.8 の2倍ですからね。まあ、単純な2倍じゃないんでしょうけど、<laughs> ね、こうやって比較すると、パチと、えー、ちょっとこれ解除しますね。 うん、この2と28をこう比較すると、こんだけの高量差があります。これ露出時間一緒ですから、全く同一の露出条件での比較ですね。単純に絞りだけを変えると、うん、中央のぽっこりこうちょっと明るくなってるのが、就効しているのがこう収束するというね。これがニッ,ニッパチ解放、ニッパチ解放、ニッパチ、うん、で、周辺製造も、うん ね、解放、日八、うん。製造、星の形とか、えー、そのんですかね、えー、解像度とか、そういった意味で、その、まあ、絞りをね、絞っていくという必要は特になさそうで、唯一その周辺原稿あるなし、補正できるかどうかっていうところでの判断、まあ、もしくは、色収差っていうのがね、これ、ま、3秒六個でこうなってますんで、そこが日八、えー、に絞って、 そんな変わんないよね。F4 ぐらいに絞ると、ちょっと違うんでしょうけど、うん、赤くちょっと巻いてるのがね、分かるかと思いますけど、まあでも、本当にこう、ごく、うん、色収差があったとしても、もうビビたるもんですよね。うん、この感じ見てると。うん、これはすごい。うん、このレンズはやっぱり本物ですわ。四隅。 かり結像してる。これでやっぱりね、エッアルファとかで、まあ、ナローバンドでね、撮ったらね、相当すごいと思いますよ。この F2 っていうのはね。うん。いや、すごい。これは、あの、ピンターさんあたりにちょっと買ってもらおうかなと思います。ぜひこの動画、こう、ピンターさんに見ていただきたいですね。はい。F2 でね、うん。あの、3日間は F2.8 でした。だけどこれは、F2 で、こんだけカリカリ、墨までカリカリ、うん。 で、色収差も目立たないということですよ。いや、あの、期待の持てるカメラレンズかと思います。はい。ということで、えー、まあ、あの、三脚固定ですからね、えー、赤道儀で追尾したものとは違いますけど、参考にしていただけたらと思います。以上です。